頭山。ケチな男がおりやした。こりゃ、よく見りゃいろんなもんが落ちてやがる。何でもかんでも拾ってくるんで、あたりはガラクタだらけ。今日の収穫はさくらんぼ。なんたってただなのがいい。出るな、もったいねえ。とにかくもったいねえってのが男の口癖だから。なんだこれは。取っとこう。まだ使える。また生えてきた。やっぱりもったいねえから取っとこう。ところが切っても切っても生えてくる。しまいには考えるのももったいねえってんでほったらかしだ。なあお母ちゃん、あの人の頭面白いよ。変な頭だこと。秋が過ぎ、冬が来た。冬は寒い。でも春になれば桜が咲く。桜が咲く。桜が咲く。サラリーマンも咲く。OL も咲く。ああ、いい陽気になりましたな。行ってみましょう。行こう行こう。行こう行こう行こう。みんなで行こう。ここら辺がいいかな。よっこらしょっと。
あれ、なんだこれ。ああ、ここにしましょう、ここに。はあ、ここに引きましょう。やっぱりしゃった。おれ。やがて見事な桜が噂になり、花見客が押しかけた。ずいぶん今日混んでますな。いっぱいじゃないですか、どうも。まあ見事なね、もう満開ですかしら、こりゃね、もうどうも。こら、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 こら。だ、我慢できない、ここにしよう、ここに。ああ、湯気当たったから気持ちいいな、やだ。垂れてくるタバコスパスパ。おい、俺の靴どこ行っちまったんだ。ねえよ、どこ行ったんだ。さすがに男も頭に来た。そう。ところが今度は桜を抜いた穴に水が溜まっちまって、男は自分の頭に身を投げて死んじまった。